ドジャースが26日、日本時間27日、本拠地でパドレスに7-2で勝利。大谷翔平は自らの決勝打で悲願の地区優勝を決めた。シャンパンファイト後には、愛犬、デコピンと共にマミコ夫人もグラウンドに姿を見せ、一緒に記念撮影。現地放送局、スポーツネットらでは、大谷夫妻とデコピンの様子もしっかりと映し出された。動画、デコ・クーンハート。 中むつまじく顔を寄せ合う大谷夫婦マミコさんの左手薬指に指輪がキラリ一回り成長したデコピンもはい、チーズ。現地ファンの翔平の声が響く中、クラブハウスからベンチに戻った大谷はドリンクをごくり。次にグラウンドに目をやると、マミコさんデコピンの方に向かって右手を上げて合図。デコクーンハートと甘めの声で愛犬に話しかけながら駆け寄った。 マミコさんに向かって、写真撮る、と声をかけ、リードにつながれていたデコピンを抱き上げると、その姿を見つけた観客から、おおイエーイ、と大歓声が起こった。にこやかにデコピンを抱いた大谷はマミコさんと寄り添い、米カメラマンのチーズ、代わりのデコーイ、の声がけに、母、と笑顔、サンクユー、とにこやかに言葉を交わした。その後もデコイ、 デコイ、コールが続く人気ぶり、8月末の大谷のボブルヘッドデーの時よりもさらに一回り大きくなった印象のデコピンはおとなしく記念撮影に応じていた。